はいひとつきまさしみです今日はですね皆さんがお金持ちになれないのはですね簿記会計の知識がないからだというふうな話をねあのしたいというふうに思うんですがそれと同時にですね,ね皆さんが簿記会計の知識がもらえないのはそれは国家的なある意味私は陰謀だというふうにあの思っております。えそれがど,どういうことなの清水さんってね。 いうふうに思うかもしれませんね、えー、最近ですねこの簿記会計とドラッカーと論語非常に売れております「クザサを生きるも売れているんだけども、あのー、これについてですねなんでそれをね、あのー、みんなが興味持ってるかっていうと会計のことやっぱりみんな興味あると思うんですよでもねほとんどの人が簿記会計っていうふうに言われたら「いやいやんいやん」ってあの思うでしょねえー、これはねどうしてみんながそういうふうに思うようになったのか これをね、安富さんとちょっとあの話をしていきたいなというふうに思います。安富さん、よろしくお願いします。はい、どうも。いや、これね、あの、簿記会計の知識なしにお金を稼ぐ、資産を増やす、うん、まあ、これはまず不可能なんですよね。なんだけども、じゃあ、簿記会計の知識を国民全員が持ったらどうなるかっていうことを仮定してほしいんですよ。うん、まずですね。 国はすすすすすすごごく発発展展るるとと思思いいいままねそそのうでしょう、ね、でもよ、うん、アメリカ人なんかはねよく自分で確定申告やるっていうふうに言うけどもサラリーマンだとしてもねあのそういう流れとかやっぱ原動力になってると思いますよ。ね、うんうん、で自分自身がきちんとまあ平均年収400万ぐらいの人たちが結構多いと思うんだけどもそういう人たちが自分で あの収入をつけて経費を申告して納税するでこれだけ税金払ったっていうふうなことが分かったとしましょうまずですねな、うん、こんなに税金払ってるっていうふうになるんですようん、うん、でそうするとですねね消費税を8%から10%に値上げしたいと思いますっていうふうに例えばね。 言ったりとかあるいは消費税値上げしよっかなって言った瞬間ですね、うん、もうそこにはですねダンプカーが突っ込んできます <laughs> 政治家の事務所っていうことなんですよ皆さんねあのでなんか分かんないけど税金って払われてるのは手取り少ないなとかっていうふうに自動的にちゅうちゅう取られてるシステムだとですねこれ実感できないんですよだから1億人全員が募金会計の知識を持ってしまうと これは革命になってしまうんですよだから嫌なの。うん、でまずですね簿記会計がなぜ存在しているかっていう大きな大きな理由が2つあります。2つ。でこの2つの理由のうちね2つの理由どちらもですね労働者には全く関係ないことです、ね、まず1簿記会計がなぜ生まれたのかっていうその歴史的な背景から考えるとですね これは投資家の人たちに対してねあのうちの事業をこんな感じでやるからお金ちょうだいっていう風に言ってでお金をこう集めますだーって集めたで集めた後ににこんだけ経費かかったけどこんだけ利益できたからほらあげる分配投資家の人ありがとうまたちょうだいねっていう風に言う帳簿をごまかさないようにするために発展し始めたのが これがでですすね、会計のスタートなんですよ、ねで。じゃあこれ今言ってですねあの1億人ぐらいねあの日本国民いますけど大体6500万人があの労働者ですよね。うん、どれぐらい関係ありますか皆さん。今自分の仕事で投資家の人みたいに「お金お金しまない!」っていうふうに集めてで年に1回ほら集めてきたよ集めたお金でつっこんだけ使った利益出た分配しますとかっていうふうにやってる人どれぐらいいますか いいないでしょ何人ぐらいいるんかな、すみさん、実際のところ。中小企業の社長でもやってない,、ね、い中小企業の社長、そうな、いい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 。<laughs> <laughs> 上場企業の社長ぐらいかな。上場企業の社長は、でも、それ書いてあるのよ、僕だけやで、なので、あのうん、もし,いるとしたら、自分の脳みそでそれやってるやつって、5人ぐらい。ね、いや、5人は少なすぎている、あんたね、<laughs> 5万人ぐらい。1000人,人,人ぐらい、千人ぐらいぐらいたわ。<laughs> つまりほとんどの労働者には実は簿記会計なんかなくても困らない。えじゃあ清水さん最初に言った話と人全然違うじゃん違うじゃんって思面上ちゃんまあ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 聞いてくれたまえという感じです。まず簿記会計が必要,な必要としているのは投資家なんですよね。で次に必要としているのは国家でございます。国家。ねで国家はなんでえ必要としてるのっていうふうになったらですね 国民から税金を吸い上げるためにはお前こんだけ収入あったよなお前こんだけお金残ったよなじゃあ所得税よこせよっていうことをですね、うん、言いたいわけですよ。そう。税務のためにあると言っても過言ではないね。はい、で、うん、これを維持するためにはあのちゃんとやっとけよっていうふうにあの言うだから税金吸い上げるためなんですよ。うんで この,投資,家があのお金投資家がお金をね投資家からお金を集める時ときと国家に税金を納めるときこの2つに関係ある人ってどれぐらいいるどれぐらいうーん前者が1000人でうん後者は後者はでもほとんどの人はだいたい税理士とかに投げますよねはいねあのー、ほとんどのまず労働者は確定申告しないです うん、なんか知らんけど年末調整っていうことやっといたらいいんやっ,たっけくらいの感じです。そうそうそう,そうでも減引きとるやつでね。後者の方は国家に税金を納めるというのは日本に住んでたら逃げ逃げられない。逃げられない逃げたい。逃げたい。私も逃げたい。<laughs> 誰かここに無縁どころ。<laughs> 誰か逃がして。楽一楽道。逃いして。でね。楽一楽道。<ゼ> で、全楽一ざくざか、しが、織田信長が滋賀県に作ったね。安土城の,きのよ、安土城や、もう一度安土城は焼けちゃったね。<laughs> ええー、というわけで、あの。話に寄進しようかな、前回さん。ね、もう、ちなみにですね、<laughs> えっと。皆さんが生活の中で、簿記会計の知識って。ね。うん どこで必要かって言ったらそんな簿記会計とかっていう大げさなことを言わなくてもね <laughs> せいぜいコンビニ行った時にお釣り間違ってないからってチェックするぐらいですよ、うん、それさえできれば困らないですよ困らないしコンビニはもう間違えないし今やロボットがやってるからあもうもう,もうスマホでピッてやりゃいいだけやんうん、うん、ねだから実は簿記会計の知識って必要ない、ね 労働必要ないんですよね何にも必要ないのうんじゃち,ちょっと待って清水さんちょっとあのそれはまあ確かにそうやとでも簿記会計のことが分からなかったらお金持ちになれないとかなれないですねなんかそんな動画なんか2つぐらい撮ってんかったっけだから俺必死に簿記会計の勉強しようと思ったらえ必要ないのどうしたらいいのそうこれはだから生き方の問題ですねはいそうですねお金この間ねちょっとあの、うん、久しぶりに焚き火をしたんですけど バチバチバチ焚き火。あれってさ、あの難しいじゃないですか。適当にボンってつっ火つけたらどうなります。燃えないよね。いや、適当に火つけては燃えないです。焚き火は。あれはちゃんと下の方にこう燃えやすいもの大きい。上の方にはちょっと燃えにくいもの、をしかもちょっと距離を持てるようにしてくんで。で、しかも下から風が入ってくるようにしといて、ある程度。 火が強くなるまでは、バタ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 とかあおいで、うん、ある程度強くなったら、ですね今度はこの火の力で風を吸い込んで、ゴーっと盛り出すじゃないですか。うん、あれがお金儲けの非常に重要な側面ですよね。まあ、間違いないですね。で、それをやろうと思ったら、そのあ、これは燃えやすいなとかさ、うん、これはこの風がこのぐらい上がったって、こうなってないって感じんだって、数えて組み上げて、さっことかでやらなきゃいけないじゃないですか。うん これをやるときには、募金会計の知識がないとできないんですよね。そうですねこの今どのぐらい資産が、うん、どこから引っ張ってきて、うん、で資産ね、風邪って何って言うと、それつまり、うん、投資家の方から、うん、お金集め、出資し,し,して、出資し,し,してって、最初はこう集めないといけない、このバタバタしてるみたいな。でも事業がま,まーって回りだしたらね、うん、清水さん、うん、お金いりませんかみたいになってくるわけですよね。うんそうですね。そうするとえ いやまあ、んどうかなみたいな感じで風が入ってくるわけじゃないですかうん、うん、そこまで持っていくにはやっぱり結構バタバタしないといけませんよねそうね、うん、でこういうことするにはいるわけですよ国会議の知識が、うん、いやでもそこまで別にならなくていいよ、うん、そうなるとですね、うん、こうだマッチ売りの少女みたいになるんですよああ誰も買ってくれない寒いな 火をつけよう、ああ、あの時欲しかった iPhone の最新モデルが見えるわ、<laughs> もう一本つけてみよう、ああ、見えられるが来ているドルちゃんとかパナのコートが見えるわとかって言われ違いますかええー、だってですね、えー、冷えて硬くなっていくんですよ。マッチの少女してる間はぽっかりど知信がいらないですね。はい、そうですね。うんうん、あお腹すいたな バイトに行っっって、うん、あ,あもらった、うん、よかった、かじゃあ明日またバイトに行くまでは生きていけるみたいな状態でですねいらんわ、それうん、でもねまず国が発展するためには国民全員が簿記会計の知識を覚えた方がいいんですよ間違いない、ねだ。だってさだってぼーって燃えてる状態が経済発展なわけ、ねうん、でねでみんながあっちこっちでたく火してたらさこっちの火があっちに燃え移ってみたいになってぼ、うん、ーって燃えるわけですよ。うん みんながね、マッチョールの少女みたいに、ポッ、ポッ、ポッ、ね、これはうまくいかん。<laughs> だ,けだけど、んって国家の、あのー、国家側としてはですね、税金を取るために、簿記会計の知識、簿記会計の仕組みは必要なんですよ。うん、でも、皆さんが簿記会計の知識を覚えるなな n なんですよ。<laughs> ね、それはもう、まるで、あのー、武器をなんか、あのー、 あのあれですよね。刀狩りみたいな状態で。<ん> <laughs> 刀狩りとよとび。はい、皆さんに簿記会議の知識を渡すというのはですね。うん、刀や鉄砲をバラバくみたいな。いや、もう、本当、この現代社会において簿記会計の知識をですね。あのみんなが学んでしまったらですね。これはもう革命が起きます。<laughs> えー、特にあの40、50、60の人がですね今まで簿記会計を学ばずにねいてで今まで自分の税金っていくら落としたあの払ったんだろうっていうのを真面目に計算したらですねとりあえずそういうのが町に1000人とか生まれだしたらですねあの1万人の町で1000人そういう知識持った人がいたらですね多分町役場とか襲撃に合うレベルだと思いまだってとんでもないよ。 例えばだからさ日本中のあの地方自治体で今あの市民病院の建て替えてやってるじゃないですか。あれね何百億もかかるんですね400億とか500億とか人口10万人とかの町でねそんなとこでさそんなもんぶっ立ててさこれから人口減るのにどうやってやるのっていうことをみんなが真剣に考えたとしたらですね不可能ですよね。無理です 絶絶対対無無理理だよね絶対無理でその保険制度自体がもう破綻しかかってる状況で、うん、そんな何百億も突っ込んでさ、うん、病院以外に扱い道のない建物を建てしちゃってうん、うん、ってやったらさ大変なことになるっていうことがみんなわかるわけですよね少しでも知識があれば、うん、だから <laughs> 病院新しくなってよかった、うん、いいな早くできないかな、うん、工事をしているとか言って楽しく見ていられませんよ、ねうん、の知識があるとね。<laughs> あれはね いや待てよお前 <laughs> だってあのー、国民全員がね簿記会計の知識を持てば革命になるのは間違いないです,に合うんですよ、ね、だから政府としては税金を吸い上げるために簿記会計のシステムは残しておきたいだってね金額いくら残ったかっていうのは計算しなきゃだめなんだけどうん、うん、それはとても難しいもので汚らわしいものだから。 うん、みんなは学ばなくていいんだよお金のことについて考えるなんてガリガリ猛者で汚らわし死の交渉の一番下かっていうふうにですね思ってませんかこれはもうあそういう,の、ね、あのそういいに思い込まされててるよどう考えてもだからそれはつまり税理士とか会計士とかいう特殊な職業の人だけが知ってればいいのであって一般人民は知らなくていいんだよっていう,うん、うん、まあそういうふうにしてあり、うん、かつですねすごいなと思うんだけど。 会海警の許可書とか見るとですね絶対に理解できないに書いてあるんですねいじめかって感じですあれなんなんですかねいじめかって感か意味ある何この砂を噛むようなえみたいな私は銀行でまあ実地でいろいろやりながらで銀行のねさすがに銀行の通信教育はね銀行銀行員向けの通信教育ってあるんじゃ全銀電が出してるこのテキストはねさすがに読んだら分かるように書いてあるんですだって銀行員がさ 会の知識なかかったら銀行困るやん,かうん、うん、だからでもねそれでもねやっぱり、まあ、分かりにくいんですようん、うん、ちゃんとマルクスの「資本論」の第2巻とか読んでれば分かるんだけど <laughs> 難易度高えわ、うん、ちょっと分からないんだけどまだ分かるんですよ、うん、そこである程度勉強してから私ね、うん、銀行辞めて銀行辞めたし大学院合格しなかったら大変だよまあ合格したとしてもさ、うん 就職あるかどうか分からへんかんんな研究者うち一応じゃあ簿記の簿記の知識の資格等を取っとくかなと思って、うん、ちょっと見たんですよ本屋行って。うん、何これ, <laughs> これえ何この砂をかむようなこれ何ですかで意味全く分からへんねんけどみたいなどれを見てもそんな本で、うん、いやこれどういうことなんやろうと思ってこれ。 しかも銀行のそ,のそういうマルクスの資本論を読んで銀行員をやって通信教育で勉強していろいろこう実地でその何かあのお得意さんのえ財務諸表とかを見てんだかんだかした人間が見てもようわからないこんなものをですね、うん、何にも知らない人が分かるはずがないじゃないかみたいなだから簿記会計の知識っていうのはあのシステムを維持するためには必要なんだけども あの国民が知ってくれると困る。でもね、ひどい話だと思いませんあの、社会に出たらですね、お金少なかや給料をもらってやりくりせなあかんのですよ、自分が。ね。にもかかわらず、そのゲームに放り込むのに、何にも教えずに、頑張れ、税金納めろ。っていうふうに。いやもう、これはね、被害者です、ほとんどの人は。恐ろしい。 ことだと思いますよ。ええー、本当すごあれだからちょうど中世のあの聖書と同じ位置づけになってますよね。ああ、確かにね。中世の聖書は、ね、読まれないようになってるからね。<laughs> そうそうそう。確かに。その通りや。本当に。怖いね。ーしかもどこにでも情報あるのに、それ、うん、を実現しているっていう。どこにでも情報あるし、学ぼうと思えばすぐ学べるにもかかわらず、どこに行ってもわからないようになってるっていう。で、そして興味も持たないように。 してかつお金儲けのためにお金のことを学ぼうというふうにですねあの思う人は「うん、えっ気持ち悪っ?」っていうふうな視線にさらされるようになっているというですね恐ろしい恐ろしいですね何、うん、な,な,んなんやろうなこれででも笑えるのがさそういうふうにやっといて国が成長したかっていう、はい、ねっ衰退しとるやんけおいああまああらぶっちゃうまでもどうなってんだろうね他の国は。 えちょっとアメリカも確定申告自分でやるよでも僕は系の知識はあんのかなあの母機会計の知識ってはいあのそんなね大したもんじゃないです大したもんじゃないんですねあのなんつったらいいのかなぁ母機会計の知識っていうとさその知識っていうのをきちんと学ばないと何にも理解できませんっていうふうに思うかもしれないけども、うん、あれはどちらかというと体感ですよ体感 触りながら覚えていくものって触りながら。あの水泳ってね、難しいと思いますか、皆さん、水泳。難しいよ。溺れないようにパチャパチャするだけです。溺れないようにするのであればね。うん、オリンピック選手になるのは、うん、大変ですよ。大変でですよねで、うん、でもねも じゃあ、泳ぐために、水泳するために、皆さんね、水泳の教科書っていうのをですね、全部読んで完璧に暗記してからプールに入りますか。どうですか、皆さん。最近ね、スイミングクラブそういう感じ。終わったんだ、おい。あんであ<し>私、あ、だだだだ、さサさと,とプププ話してるらしい、サブサブいや、スイミングクラブ行ったって、<laughs> 泳ぐようならへん。あの えっと、谷さん歩きとか、ね、分かってる。分かってたもん。<laughs> あ、そうなの。<ー>すいませんな。最近はスイミングクラブもそうらしい。ですから <laughs> あ、お休みさんが代わりに売れると。<laughs> はい、もう言ってください。<laughs> 言うてよ。でも泳げるためには泳がないといけない。 うでそれでさ、うん、そうそうともうそういうふうにやる、うん、でも正直おしゃってシステムはやばいやばいよ今のシステムはやばいよ会計も分からへんするし、うん、スイミングクラブを泳げないにするっていうすごいピアノ教室はピアノ弾けないにするとかさうん、うん、綿密にできてるよあ分かった分かったじゃあ,あもっとわかりやすい例え見つけたはいはいね大体ね泰富さんに振るときに身体的なものに関わるものに直結すると「うえ」っていうふうにこう言ってくる。う なので私は自動車教習所に例えたいと思いますなるほど自動車教習所に行ってですね座学オンリー基本的に、うん、もう座学を完璧に覚えてもう自動車の修理も頭の中でできるぐらい完璧に覚えてからじゃないともアクセルとブレーキも1回も踏むなそういう教え方してるとこありますかなないいすすねないですよねよ ななんんかかこう、うん、なんか座学もありつつ、えっ、ー、となんかブーンって、こらーとかって言われながらやるもんね <laughs>。あれ、ね、<laughs> ねえあれもあれも本当ね、こ縮み上がって運転できなくなるんですよね。ねえまあでもほとんどの人、運転できてるじゃないですか。そそそうそうそうあれは座学関係なく、おそらくですね、こら違うあそうだからとかっていう人がいても、多分運転できるようになるんですよ。 いやなというかそれいなくてもできるんだったらすると思う多分、ちゃんと手すれば。ああのあのちょっとへこんだりすると思うけど、そうそうそう、なんとかなると思うでんです。で、僕、車、いや、女の子に3台潰してもいいから適当にやってごらんって言えば、みんなすぐできるんだと。うん、でも、車潰さないでするためには、あの怖いおれ、お金持っちゃったできるかもしれない。<laughs> <laughs> でも、最近、刑事ドルとか三千円とかで売られてるから、あのあ<ー>広大なあの土地があって、と、はいね、りあえず運転していいよっていうやつはできるかもしれない。<laughs> まあ,でもだあのポンコツの車を買ってきて自分の仕打ちでね広大なー仕打ちがあればそ,そこで練習すれば、うん、田舎の人だったらできるかもしれないでもね、うん、何が言いたいかっていうとねこれは要するに簿記会計っていうとさみんなすごいうってなるじゃないですかきちんと勉強しないとからいそうなるようにしてある、うん、違うんですそれはほ、ね、ん実地がない<お>そう,そう、ね、実地がない自分の収入をつけてね でそして経費がなんぼなのかあ,ああ,あ,あそうねうんたらかんたらっていうことをやっていけば自然と身につくもんですよあんなそうですよね多分ね今だからさあの無料の家計簿ソフトとかあるじゃないですかあれにやっぱり無料の会計ソフトが売ってますよねシンプルなやつあ,あ売ってます売ってますいっぱいありますよ無料っていうかまあ安いやつね、うん、ああいうの買ってで、ね、自分の自分の日々の生活をその 家計簿につけるプラス、うん、その簿記会計システムにも入れていってみたら、うん、だんだん分かっていくんじゃないですかです雰囲気がその簿記会計の仕組みとかねあのきちんと理解できるようになったら、うん、まあものすごくまず金銭的な部分での成功というのはしやすくなりますよこれは、うんねで。それは何でかっていうとですねまず国家がね簿記会計っていうのがないと。 税金取れへんから残してるわけですよ。だけど簿記会計の知識を知ってるところには金が流れ込むようになってるんです。簿記会計の知識だけ知ってでもダメですよ。簿記会計の知識は分かってると何ができるんですか。最初に言いましたよね。ほとんどの人には関係ないけども、投資家の皆さん、お金ちょうだいって言ったときにね、うん、あのうちのビジネスこうなったんですわっていうふうにですね、こう言えるようになるんです。うん、そしたら ものすごくお金は、ま、お金が早く回るようになるんですよ。すああ、まあだからそう簿記や知識やるとこうお金をあちょっとじゃあ君ちゃんとわかるみたいからこれなんとかしてっていうことをそれなぜならお金を持っている人も簿記や知識がないからそう預けたくなるわけでそう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 ,そうああつまりだからその水が空気に流れるように流れ込んでくるポジションに行けるわけかそうです。 でそこまでいかなかったとしても仕事では一目置かれるようになりますからね。うん、うん、いい会社の中でね会社の中で僕会計の知識をちゃんと理解しながら仕事したらでビビられますビビられます。結構あの面白いね定理、うん、の,の人とかでもなんか変だし変な理解のし方たをしてて。うん このお金はこの感情に入れて、うん、こっから出してこっちに出してってなんか謎の謎の理論で理解してるんですよ。んでそんなで理解聞てってですねやっ父さん <laughs> やこれどっちで負債なんですよねとか言ってえ負債何のんことみたいな感じで皆さん経理の人は仕事してるんですよ。うん、<laughs> でですねこの簿記会計っていうのをお金の流れだからというふうにね あの言って簿記会計が理解できたからといって経済が理解できるわけではないんですよ。えどういうこと？うん、思うかもしれないけども、あの簿記会計というのは経済という現象の中の部分をお金の流れっていうものを一部分だけ切り取って見せるようなものです。うん、人間の体でさ、あのレントゲンの写真を撮るとするじゃないですか。ね、でこれが人間だって言われたらさ。 えこのの白黒レントゲン写真ですよねって言っていやこれがね人間なんだよっていやいやあの血液の流れとか <laughs> でレントゲン写真では分からないその細胞の動きとかっていうかそういうミクロな部分ではもっと分からないその脳とか心のあれとかでもっと言うと 人間っていうのは社会的な人間関係によって成り立ってるわけですがこの人間関係に私のあのおかん入ってないんですけどとかっていうれをした関係ないこのレントゲンこそが人間なのだって言ってる人いたらさちょっとレントゲン原理主義っていうか変わった人がなっていうだから簿記会計の知識を専門的に所有してるてそうなりがちな人なりがちですよねなりがちですだから簿記会計っていうのはこの全体の 中の一部分を切り取ってるものにしか過ぎないんですよ。でも、うん、たった。それだけの切り取ったものを理解してるかどうかで。お金が集まるかどうかが決まるんですよ。だから、それとも焚き火をできるかどうかはね。うん、ちゃんと焚き火をする権利が手に入るわけですよ。うん、うん。だどれが燃えやすいとかさ。これは燃えるんだとかさ。うん そういうことを知らないで焚き火しろって無理じゃん。一回、うん、コンクリート積み上げたりとかさあ、いくら火をつけても燃えないんですよ。当たり前だよ。<laughs> だから簿記会計の知識なくて商売始めるってそういう感じです、ねうん、そういう感じ、ですい違う、商売じゃない。簿記会計の知識なくしてバイトに行くのも全部そうです。まあそうですね。全部そうです。全部そうです。なので、あのー、この知識っていうのは国家も存在してない、投資家も存在してない世界であれば、 いいいんですよいらないんですよ、簿記会計なんて、別に本来は。<何>だけど、今あるじゃん。だったら生き延びるためには、一応、それは勉強しといた方がいい。うん、だけど、勉強しているってしようと思っても、国家ぐるみでこれは隠されてるんですよ。なので、学べない。じゃあ、学ぼうと思ったとしても、今度はです簿記会計さえやれば、経済のことが分かるとかっていうふうになって、ですね <laughs> いや、それは法律を学べば社会が分かれてるぐらい、とんでもろんっていうですね。<laughs> <laughs> そう,そうってますよねしかもそれがわけわからないシステムとして突っ込まれるっていう、はい、でそのだからあのまず簿記、えー、会計という存在自体を知らないで乗り越えて簿記会計という存在を知るで,でもその簿記会計という存在を乗り越えた先にあるのは、ね、学ぼうと思った先にあるのは簿記会計こそ素晴らしいっていうのに洗脳されず全体的な知識も含めて勉強しようよっていうそれが今回の 簿記会計とドラッカーと論語そして複雑さを生きるとかで語ってることなのでお金に困っている人とかあときちんとその国家からあの隠蔽されてる事実とかを学んで自分の人生を取り戻したいなとかっていう人にはものすごくおすすめの本になっていますので買い方は YouTube 説明欄にね書いてありますから是非見てほしいなというふうに思います。今日も読書チャンネル登録といいねよろしくじゃあ